ないと。醤油豆。醤油豆って言う。こっちはサラダ。どんな味なんだろう。ね。はい。お疲れ様でーす。店のサイトにもこれはやってないから。届きました。いい香りしてる。いただきます。はい、どうぞ。じゃん。おお、これは何でございますか。すごい、これはこっちがいい香りすごいする。あー、違う違う違う。うわ、すごい。鶏肉と、はい、鶏の出汁だったかな、で炊いたご飯。あ、そこまで鶏を使ってるんだ。へえ。こちらが親。これが親鶏で、あの注文した時にバラシで頼むと切った状態で出してくる。おお。こちらがひな鶏。でこれあれですね、おにぎりをこの油に最後つけて食べる。ああいういけない食べ方思いついちゃったね。うちらはもっとさらにひどいので、え、いつもやってるのは今バラシだけど、いつもはタワーになってるから、もうすでにスタンバイ。いや、すでに乗せて先に切っちゃったけど。なるほど。もうひたひたにするんだ、こういう状態にしちゃうから、うん、体に悪いなって言われてた。あ、お客さん、それ体に悪いですよ、それはみたいな。はい、もう鶏も入ってて、うちでも入ってます。はい、お、じゃあちょっと食べていいですか。どうぞどうぞ。いただきます。あのね、もう口に入れる前に香りがすごいくるの。あー、だからか。鶏でしょ。うん、だってまだ喉通ってない段階であーって言ってたから。あ、そういうことか。ここで匂い嗅いだ段階で、あ、鶏の香りがするっていうレベル。あー、しっかり鶏が入ってくる。ちょっと、あの、僕も食べていいかな。おいしい。僕も食べていいかな。ちょっとだけだよ。分かったでしょ。お肉鶏をいただきます。うわ、すごい脂めちゃめちゃ出ちゃいます。皮とかもすげえうまそう。そのままいいかもしれない。ベタッとした感じをキャベツ食べるとかなり抑えられる。うん、ね、あのですね、あのですね、このこれを食べながら、うん、これを飲むのこの永久期間ですね、これはね。満腹になって終わるんで、実はここ客単価結構安いです。ビール飲んだらちょっとビール分が高いけど。ああ、どう思っちゃう。皮がバリバリ、うん、そうですね、皮がすごいバリバリなの。中身がすごいホロホロに近い柔らかさ。あ、そう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 、うまいね、表現の仕方が。柔らかい感じの、ね、味付けになってる。油がね、そう、スパイシーなんだけど、ガツンとくるわけではないんだよね。じわーっとくるスパイシーさ。うまかった、うまかった。一瞬、一瞬ぐっちゃが止まるの。コメントが。え、どうでしょう、この厳しいのねって言って。まとえてると思ったんだけど、なんだよ。食べるの話ってあんまり聞いてなかった。
一生懸命言ったのにってそこてかちゃんスープ飲んでみて、はい、美味しいけど、確かにそうね、そうね、うん、分かる分かる。味が変わる、あの感じ方が変わる。あのね、やっぱり強いから、やっぱちょっと弱く感じてしまう。先にだから飲んで、これを本当に堪能、楽しめてから移れてるから、うん、っていうのはある。うん、知らなかったらね、そう順番関係なかったら本当に美味しい食べ方っていうの。やっぱ知ってる方から教えてもらえるのと、多分何もしなかったら多分後回しにしてたかもしれない。後回しかもしれない。うん、本当にありがとうございます。ちょっとまたいただいちゃいます。すみません。でも養老久保さんも。大丈夫だよ。あの、私知ってるから。せっかくなんで一緒に、はい。はい、一角さんで美味しいのをいただきまして、本当に美味しかった。優しい味 をいただきました。美味しかった、ご紹介いただいた醤油工房さん、ありがとうございます。ごちそうさまです。よかったです、はい、郷土料理が食べれるなかなか少ないきっかけだったんですけど、美味しいのをいただきました、はい、本当にごちそうさまでした。